はい、えー、それで始めてまいります皆さんこんにちは、えー、竹筒投と攻略講座民事訴訟法、民事執行法、民事保全法第1回目前半の講義を担当デモとの方で始めてまいります、えー、本日の方レジュメの方とあと番書事前番書の方があると思います、えー、ペラの方があると思いますのでそちらの方を確認をお願いします、えー、もし生クラスの方、お持ちでない方、入り口の方にありますのでそちらの方をお願いいたします毎回事前番書が1枚ペラが出てきます、えー、生の方入り口の辺りまた通信等であれば、えー、こちらダウンロードもしくはプリントアウトの方をお願いいたします で内容面の話になります。でこちら、実は初めの方の1ページの方からしばらくのページの方は基礎知識という形にしています。1ページの方から13ページまでは基礎知識という形にしています。折々使っていきます。ですので、1から13についたねいきなり今日は使いませんがこちら切り離さないようにお願いいたしますで。本体は14ページから始めてまいりましょう。14ページから、えー、訴訟の主体。 訴えとまずは登場人物裁判所当事者代理人この辺りを確認していきましょうじゃあ14ページ一番上管轄の分類と管轄批判の効果4足用意スタート ではそこまで右のページの方管轄の分類と管轄違反の効果となっています基本は第1審をどこでやるか第1審をどこでやるかという議論です管轄の発生根拠一番上法律の規定条文で管轄が生まれてるよとあまり意識しなくていいかね横法定管轄というそうですどうでもいいことなのでその横3つ分かれてまして一番上食文管轄無視していい でその2段ね、事物管轄地裁か関西かって議論地裁か関西かって議論ともう一個した土地管轄どこの地裁か関西か場所どこになるかということまで法律が決めているそして法律が決めているんだけど地裁か関西かそして場所がどっかを決めてるけど横を見てほしい。 任意管轄、専属管轄繰り返え、ぶっちゃけ言っちゃえば、法律で決めたもの、変えられないぞ、そこだけだぞ、か、変えられる、ここに分かれるわけです。変えられない、絶対ここだけ、専属管轄、変えてもいいよ、任意管轄と。変えてもいいよ、任意管轄と。で、ちょっと言うからね。 これはあくまでも法律が決めた場合だからね。法律が専続管轄だって言った場合は変えられないだからね。一番はどうだった一番特に最後の末尾の一行見て。専続的合意管轄違反の主張をすることができると言っています。これお互いでここだけだって言っただけでしょお互いでここだけだって言ってんだよね。それは法律の専続管轄じゃないからね。法律の専続管轄じゃないからね。 あくまでも変えられないのは法律が決めた専属感覚だからね。お互いで決めたものは変えられますからね。 じゃあ、それぐらいにしたしましてちょっとから、はいで、この表ですが、次、裁判、指定管轄、無視していいです、こんなんでませんから。で次に、当事者の合意、被告の応訴というのがあります。ちょっとつなげて書きますと、よいしょ。任意管轄は変えられると言いました。この変え方が2つある。 変え方が2つある合意で変える応戦で変わっちゃう合意で変える応戦で変わっちゃうとこの合意応戦は20ページ以降で説明しますのでまた待ってください合意応戦に関しては、ね、20ページ以降で説明しますのでちょっととか待っててください。 その下に表があるんですが、表の下の中の位置をざざっと読んでから表を使います。専属管轄は公益的に入るから特に一定の裁判所のみに管轄を認めてもあるからその違反はえ控訴上告の理由となるしかし、一旦確定した宗教関係数を取り消して再びえ審判するほどまで重大な過失はいないので再審自由に当たらず管轄権を有しない裁判所が下した判決も当然に無効とはならない。 まずね、末尾の2行、ここ知っておくと便利です。あのね、判決が無効っていうことは、まずないと思ってください。判決が無効になるっていうのは、まずないと思ってください。あのね、理屈上、意見無効はあるんです。意見無効っていうのはあるんだけど、もし皆さんがこれから卓一橋で、この〇〇だから、この判決は無効であるって言ったらね、もうバスってやっときゃ大丈夫。出た判決が無効になるってことは、めったにないんです。 だね、それ前提で表を、ね、ちょっと見たいんだけどあの、ね、専属管轄違反って欄があって、横に控訴理由、上告理由、再審自由って載ってますが、まず最新のところを、再審自由、罰ってところ見てほしいんです。専属管轄違反でも判決は無効じゃない、再審って何かって言ったら固まった判決をひっくり返す、確定した判決。 固まっちゃった判決をひっくり返すこれが最新です。固まってことはですよここは罰ってことは専属管轄違反の判決無効じゃない固まってもひっくり返せない固まってもひっくり返せないってことですね。 固ままっってもひっくりり返返せないってことで繰り返しますよ判決が出るこの判決が出てそのまま放置するとガチッと固まるガチッと固まっちゃえばもうひっくり返せないもう一回いきますよ判決が出る、えー、2週間ぐらい放置するとガチッと固まるガチッと固まっちゃえばもう再審ができないじゃあどうすりゃいいんですか固まったら終わりなんでしょ固めないようにすりゃいいんです 表のところの丸を見てください。酵素上告。酵素上告で固まらないようにするんです。酵素上告をして固まらないようにするんです。固まらないように酵素上告をするんだと。 よろししいでしょうか大体いい書いてあったら3番確認してね3番の問題にじゃあ控訴上告して何するんだとこれが表の下の中の2に載っていますでこちらですがまず番書の方2ページを見てやってください あのこれ一番上のねえっと四行と表については、えー、これ重要ではありません重要では何でもありませんただ皆さんの資料として見せてるわけですえー、ちょっと画面の方だけで結構ですえー、これは本当に北朝鮮でいいからね北朝鮮でいいかねえっと特許っていうのがすごく難しい措置なんです特許っていうのが法律プラス化学を使うのですんごい心理時間かかるんです。 で昔私が勉強してる時は特許については自分の地域で訴訟してもいいし東日本は東京地裁西日本は大阪地裁に提訴していいよってしていたんですそうしたら地方と東京地裁大阪地裁では審理に思いっきりスピードが下がったんです東京地裁大阪地裁には知財専門部があってすごい審理が早くできるんです確かね1.4倍から比出すとね2倍ぐらい下がって出たらしいんです審理にっていうところで何年か忘れたんですけど 法律を改正してだったらもう特許については専属管轄にしようと早くやりたい早くやることは訴訟経済につながるので早くやるために東日本は東京西日本は大阪というふうに専属にしようってしたんです伝わるかな公益性があるってこと専属管轄って公益性があるんですよ訴訟を早く終わりにしたいと。 でこ,こからまともに聞いてい、ね、きますよ広島の地域で特許に関する訴訟が起きました広島地裁の横訴訟を起こしたんですあっ違う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 違ん、間違う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 違埼玉の地域で特許の訴訟が起きました当事者が何を土地狂ったか広島に訴えを起こしました で本来は東日本だから東京地裁でやるのになぜかよくどっち来るで広島に持ってきましたそうしたらね普通は気づきます普通はねいやこれ特許だから東京じゃないとでみんな誰か気づくんですですがね訴えたらポーポーポー,ポーと誰も気づかない誰も気づかずに裁判官もう判決を言い渡すこれお前の勝ち判決前じゃねそこで気づいたの これ東京社じだねといや、もっと前に気づけ。普通はもっと前に気づく。ここでやっと気づいたんですよ。ただ、これですが、ほっといたら、ガチッと固まるのね。ほっといたら、ガチッと固まっちゃうから、その上、控訴するんです。じゃあ、控訴したらどうするんだって言ったら、判決取り消し。これを取り消して、移送するんです。正しいところに移送するんです。 つまり左の本来やるべき東京地裁の方に移送するんです。 ってことでね、これ、正しいところにやって、一審からやり直す。正しいところに送って、一審からやり直す。正しいところで一審からやり直すという発想は分かると思うんです。で、これ分かって、あと、用語さえ分かると、4番が恐ろしい問題、ことを言ってるんです。えっとね、この、広島地裁が現裁判所です。広島地裁が現裁判所です。4番の格好を見てください。恐ろしいことを言っています。あの、そこ持っててどうすんの あのえーけえー、取り消して広島に送り返すと <laughs> また同じことをやる気ですか。ということで、ね、もし、ね、覚えるポイントをきつければ、ね、中の2のところ2行目のところに事件を管轄裁判所に移送管轄裁判所と現裁判所じゃないぞと管轄裁判所ってこねそこの方を意識しておいてください。 ではこれぐらいにしましょうかえちなみに専属管轄だからこんなことやってくれるんです表の方、任意管轄全部バツになってませんか任意管轄に関しては一切控訴上告すら認めてないってことねではちょっとこれは説明中心にいきましょう次は下の方、管轄権の調査はいでちょっとこちらなんですが 専属管轄、任意管轄、調査の開始、職権調査事項と書いてます。で、この職権って字があったら、できるだけ置き換えるように、職権。申し立てがなくても、申し立てがなくてもっていう意味なんです。民事訴訟で職権ときたら、申し立てがなくてもと置き換えるようにしてください。実はこれね、覚えなくて済む用語いっぱい出てくるんです。職権調査事項、置き換えたらどう呼ぶの 申し立てがなくても調査する事項ってことね言われてなくても調査するってことなんです言われてなくても調査すると普通はね大体言うんです裁判長ここ多分違います管轄調べてくださいとで普通は言うんだけど言ってこなくても調査するなぜかっていうとこれ管轄はね 判決を出す要件なんです。管轄ないと判決書けないんですよ。まあ本当は本案判決って言うんだけどね、そういう用語がはまると危ないからやらない、えーと。管轄がないと判決書けないんです。だから積極的に自分で調べるの。判決書いていいのかなと。 というこ,とでね、これ左の一番の問題ね一番の問題これ申し立てがあるかないか確認しめてこれえここ違うよとかな全く調べてくれとか全く言われてませんよね 言われてないけど、これ感覚違うっていう措置を取るのは問題ないんですよ。職権調査事項なので、言われてなくても調べ始めて問題ないんですね。で、ごめんなさい、ちょっとこれで表のところなんですが、よいしょ、ごめんなさい、こっち,こっちが、ね、星の位置になってますが、ごめんなさい、上の方に星の位置をね、変えてください。上の方にに、ね、星の位置を変えてください。こっちのほうがいいかな。こっち側の方に星の位置と入れてください。すいません、こっちの方うね。 このところに星の位置入ってるんですけど、ちこちらの方にね、星の位置を切り替えてください。失礼しました。すみませんね。こっちからこっちに切り替えてください。ありがとうございます。では今度下の方。えー、訴訟資料の収集、職権証拠調べの可否。置き換えてみて、職権証拠調べ。 申し立てがないのに証拠調べをする。申し立てがないのに証拠調べをする。もうちょっと噛み砕けば、持ってこなくても勝手に調べちゃう。持ってきてないのに勝手に調べていいんですかと。民事訴訟は基本、持ってきた証拠しか調べちゃいけません。民事訴訟は基本、持ってきた証拠しか調べちゃいけません。 多分田中が鍵になるよな田中証人尋問したいな行ってこないかな言わないかなあもう早く言ってくれよ言わないと調べられないよと言ってこなければ絶対調べちゃいけないこれが基本なんですただここ左右結論違うの分かりますか公益性が強い専属管轄の方は言われなくてもやっちゃっていい行ってこなくても調べちゃっていいと。 公益性が強い方については行ってこなくても調べちゃっていいと。ってことでじゃあ2番はどっちですか確認してみて。 基本はは証拠調べはできない。専属管轄が例外的にできるってこと専属管轄が例外的にできるってことねむしろこの表は右の負荷任意管轄の負荷を覚える内容じゃないからね職権証拠調べができないのが基本なんだから覚えるのは左側の方ね覚えるのは左側の方できる方をしっかり覚えるようにしてください よし、じゃあそれぐらいにしましょうかでこのページの表ですができるだけこの2つとも覚えられるようにしてもらうといいですこの2つとも、ね、覚,えるに足りえ覚えて隠して宣言するいい表だと思いますじゃあ今度は1617ページいきましょう地裁か関西かの論点です16ページ上「自物管轄」3問よーいスタート これは3番以外は普通にいけるんじゃないかと思います、まあ、2番も少しきついかな右のページのドキソ創表を確認しましょう第一審が関西か地裁かは粗額で変わってきます粗額勝った時に得られる利益勝った時に得られる利益粗額は140万以下であれば関西でちゃちゃっとやっちゃっていいよとそれを超える場合は地裁じっくりやろうねと ただ一番左側、不動産。不動産に関しては、ものによっては権利関係が複雑ということもあるので、金額が低くても、地裁が選え,らえ関西と地裁が選べます。金額が低くても地裁が選べます。 中の1、粗額に関する注意点価格を算定することができない、または極めて困難値段がしっかりわからないこれはもう、安全策を取ります値段がわからない安全策を取って140を超えるまあ人によってはね金額が読めないただでさえそれ難しくねと金額がわからないとただでさえ難しいんじゃないのと。 まあそういうふういふに考えるのもありだと思うんです2段目1の訴えで数個の請求をする場合この請求もし危なければ入れておいて請求ってきた場合訴訟物と置き換えると分かりやすいことが多いです請求っていう字訴訟物と置き換えると分かりやすいことも多いです絶対じゃないからね絶対じゃないからね えつまり、これ何かね,これね、訴えた回数は1回だけど、訴訟物を2個3個持っていったと、1回の訴えで貸金債権、代金債権と、訴訟物を2個3個持っていったと、はいで。読んでいきますと、その価格を合算したものを、訴訟の目的の価格とする、合算ね、今日は合算。 ただしその訴えで主張する利益が各政権について共通である場合における各政権についてはこの限りでない利益2段目共通利益共通と、えっと今一度3番の問題の物語を確認して3番の問題よし。 じゃあね、この右の表の、えっとえっと、中の1の表の下にね、A と B っていう図があるから見てやって A が B に引き渡せと訴えてる。るこれでもし勝てば100万の自動車が手に入るから素額100万です。一方、下。もし壊れてるんだったら損害賠償しろ壊れてるんだったら損害賠償しろこれも総額は100万と言っていいです。 渡せ壊れたら損害賠償をしろと。じゃあ、この時ね、勝った時きに選る利益はどれぐらいでしょうボケたんと。はい、200万です。なんで、え何かっていうと、マックスだと、車が取れて損害賠償までできるんです。できねえよ。できねえよ。車取れるか損害賠償か、どっちかしかないんですよ。勝った時に得られる利益は100万なんですね。 勝った時に得られる利益は合算じゃない100万なんですでぶっちゃけこれね条文の定義を覚えるっていうよりも勝った時に得られる利益はいくらかとそこで考えた方が安全だと思う。 利益が共通って言葉よりもこの具体例がちゃんと理解できるこっちの方がいいと思いますはいじゃあそれぐらいにしましょうじゃあ今度は下の方にね管轄の決定基準っていうのがありまして一番下に 併合請求における管轄となります。併合請求って書いてます。で、状況と結論があります。で、ここはちょっと具体例で分かれば十分です。また、板書の二ページ、今度は二段目の方を見てください。いしょどの板書を使ってるかわかんない場合は、この画面の方に出しますんで、その、それを見てください。分かってる方、は自分のやつを見て,てくださいね。 A さんがいて債務者が東京に在住で保証人が大阪に在住していますで,でその下見るとね東京で保証人を訴えるってことは基本できないはずです保証人の住所は大阪なんですからですがその下東京で債務者と保証人を訴えるこれならありなんですこれ感覚がね 管轄がある人と一緒にやるなら、管轄ない人を巻き込めるんです。管轄がある人と一緒にやるんだったら、管轄ない人を巻き込めるんです。管轄あるところにやる場合は、管轄ない人を巻き込めると。 でもしそのあたり分かった方はね、3番と4番確認してみて問題の3と4を確認してみてかんえ左側の問題ね、左の問題3と4、ね、管,轄ない人管轄がある人と一緒にやるんであればない人を巻き込めると。 特に4番なんか抽象的に聞かれていきたいでしょうかね管轄があるものと一緒であれば管轄がないもの出せますよとっていったのを抽象化した問題が四番ねよしじゃあそれぐらいにしましょうか